い、今回もホラー、ミステリー、意味がわかると怖い話系のお話読んでいきます。読むお話こちら、ちょっとちっちゃいかもしれんけど、電車から落ちた私という話です。それでは読んでいきましょう。はい、電車から落ちた私。この駅では人身事故がよく起こる。はあ、今日も人多いな。これはメイちゃん。ドン。え、人身事故？ニュース。駅のホームに転落し死亡が確認されました。またこの駅では同様の転落事故が多発。転落、ホームから落ちるじゃなくてさ、これ電車から落ちる話だよね。どういうことや。事件の可能性も高くあるとみて、この事件からこの駅では事故が起こらなくなった。お、彼女が亡くなって事故が途切れた。解説。つまりは多発していた転落事故は彼女が引き起こしていたものだった。そんななんかね、都市伝説みたいな霊的な話をこれニュースの解説でやってんの？彼女は本当の事故で亡くなったのか。本当にいいんじゃないのこれ。それとも人を殺めてきた天罰が下ったの？人を殺めてた。どちらにせよひどい話です。え、短っ。あー、だからそうね、私って言ってるから、これメイちゃん自身が落ちて死亡が確認された。で、そのそっからこの駅の転落事故がもう全くなくなったっていうことは、まあそういうことなんだね。そういう意味の分かると怖い話系なんかな。にしても短かったな。はい、じゃあ今度この一個上にある私の好きなお家、ちょっとだいぶ短かったんでもう一個読んでみよう。多分これ同じ作者さんだからまた短いのかな。私の好きなお家。ガタンゴト、鉄の階段が鳴る。まあアパートとかマンションかな。ただいま。ガチッ、ガガ、ドアノブが突っかかる。ドアノブが突っかかる。あれ、あかりちゃん、なんでこの鍵開かないのよ。まあいいの。開かないの良くなくない？え？まあいいや。ん？あ、解説？あ、解説ってそういうこと？主人公は家に帰るはずなのに、開かなくてまあいいやとなるのはおかしいですよね。そう、その女性はこの部屋の住人ではなく、空き巣だったのです。こういう普通の女性なみたいな人が犯人っていうのが一番怖いですね。いや、短すぎる。まあだからさっきのもお話自体はこのニュースのところまでってことでしょ。めちゃめちゃ短いわ。はい、じゃあちょっと最後にこの長そう、まあそんな長くないと思うけど、なりすましというお話を読んでいきましょうか。中学校の頃、10歳だった妹が行方不明になってしまった、清人かな。もう妹は死んだものとされ、社会人になった清人は東京での生活を送っていた。しかしある日、清人のもとに幼馴染である亮から不審なメッセージが送られてくる。謎を解くと、それは妹からの SOS メッセージだったのだと。ちょっとさっきの2つのお話とは長くなると思うんですが、行ってみましょう。なりすまし。清人、あー疲れた、今週も激務だったな。周りもみんな忙しそうだったし、東京の人間ってほんと世話しないよな。でも田舎にいた頃よりはマシか。俺の育った村は本当に閉鎖空間だったからな。東京に来ていかに自分が時代遅れか思い知らされたし、ピロン、お、メッセージが。なんだ、チャットか。え、しかも寮からじゃん。寮とは上京してから一度も連絡取ってないのに、一体どうしたんだ。ひとまず内容を確認してみるか。寮からの、なんだこれ。http://terra.co.jp。テラーの宣伝してきてるわ。e メール terra.com。なんだこれ。数年ぶりメッセージがこれって。怪しげなリンク貼ってあるしさ。クリックするのも怖いし、とりあえず放っておくか。
意味があったらまた連絡来るだろ。お、結局寮からのメッセージが来て1週間、何の音沙汰もなかったな。やっぱりただの間違いメッセージだったか。ピロン。お、って考えたそばから寮だし、https://teraterra.co.jp、 E メール teraa.com、 またかい。ランプロトコル、ますます意味わからん。試しにクリックしてみたけど、してみたんかい。存在しませんって出るだけだし。ちょっと電話してみるか。もしもし。あ、繋がってる。おー、りょう、久しぶり。ほんと久しぶりだな。どうした？いや、どうしたはこっちのセリフだ。何か？お前、先週から俺に変なメッセージ送ってくるだろ。は？変な URL とか、アドレスとか。いや、送った覚えないんだけど。え、マジ？今、ちょっと今見てみ？ああ。うわ、ほんとだ。なんだこれ。乗っ取りか？なりすましにでも合ってるってことか？なりすまし？なんだそれ。そんなことも知らないのか。まあ、だから、りょうは上京してないから、その、時代遅れの考えになっちゃってるってことでしょ？りょうはずっと田舎にいるみたいだし、そういうのに疎いんだよな。誰かがお前のふりをして、俺に連絡を取ってるってことだよ。なんだそれ、怖えな。ま、お前じゃないって言うなら無視しとくか。ひとまずチャットの運営に問い合わせてみるよ。了解。結果が分かったら教えて。それまでは返事しないでおくから。あ、いいよ。お、清人、久々に亮と話したけど、案外普通に話せるもんだな。あいつ生まれてからずっとあの田舎にいるけど、今頃何やってんだろう。今度連絡来た時に聞いてみるか。お、1週間後。お、ピロン。また亮からのチャット。あ、でも今回はリンクじゃない。本物のチャットか？勘違いならごめん。なんだっけ？聞いたんだ。お前って、太一か？鈴木じゃない。ケンジだろ。ん？太一、鈴木じゃない、ケンジ。哲也なのか？意味不明すぎ。おう、意味不明だね。またなりすましなんじゃない？どんだけ勘違いしてんだよ。ん？ちょっと待てよ。これ一つ目の文字を縦読みすると、監禁、助けて、あ、そうなってた。は？どういうことだ？ピロン。あ、また来た。美味しい。え、肉料理。いっぱい食べたい。おにいし。いや、んだね。チーズも欲しい。野菜もね。んとたくさん。これを縦読みすると、お兄ちゃん。俺をお兄ちゃんと呼ぶのはただ一人。妹のリコだ。でもリコは、10歳の時行方不明になって、必死に探し回ったけど見つからなくて、もう田舎でも死亡扱いをされていた。あれからもう10年以上。俺も諦めていたけど、もしこれがリコの送ったものだとしたら、リコはどこかで生きている。おー！あ、で、これで第2話に行くのね。はい。じゃあ第2話、行きましょう。お、なりすまし第2話。え、同僚、妹が見つかったってどういうことだ？行方不明になって死亡扱いされてるって話だったろ？ああ、俺もそう思ってたんだけど、ここ最近妹らしき人間から、じゃない人物から、俺へメッセージが送られてくるんだ。マジかよ。それを確かめに田舎に帰るから、しばらく会社を休むことになる。その分、お前に俺の穴を埋めてもらうことになると思うから、すまないが頼む。ちゃんと見に行くんだ、確かめに。そういうことなら仕方ないさ。妹さん見つかるといいな。あ、ありがとな。お、戻ってきたな。確かここだったな、寮の家。ちょっと窓から中の様子を、ダメだ。すべてに目張りがされてて、中の様子が一切見えない。お前さん、どうかしたかい？お、老婆。あ、こんにちは。あんたよそ者だろうから教えとくけど、その家には近づかない方がいいよ。あれ？寮の家でしょ？どういうことですか？ここには気が狂った女とその子供が住んでる。あ、それ以外に、女の子、いや、今大人の女だな。
若い女の人見たことないですか？若い女？見たことないね。ずいぶん昔に女の子がいるのは見た。娘はいないはずなのに、ようと当時思ったの。女の子、やっぱりリコがいるんじゃ。悪いことは言わない。中の人間に気づかれる前に帰りな。それだけ言うと、ローバは背中を向けて去っていった。そう言われてもリコがいるかもしれないんだ。このまま帰るわけにはいかない。ピンポーン。お、呼び鈴鳴らす。古びた呼び鈴を鳴らした。出ない。ようもこの時間は仕事か。でももしリコが監禁されていたら。君、どうかしたのかい？お、警察だ。あ、おまわりさん。その宅にようでも？このことを警察に話してもいいだろうか。でもリコの命がかかってるかもしれないんだ。実は昔、僕の妹が行方不明になったんです。それでもしかしたら、ここに監禁されてるんじゃないかって。そんなことが。実は僕はここ、最近ここの配属になってね、はい。まだこの村のことはよくは知らないんだけど、どうもこの家は少し様子がおかしいと感じていたんだ。一緒に見に行ってみようか。はい、お願いします。お、これは警察が一緒にいるからね。頼もしいよ。そして、警官は、清人と同じように呼び鈴を鳴らした。しかし中から返事はない。誰もいないか？ガチャ、お、いや、鍵は開いている。少し中を伺ってみよう。来た。すみません、警察ですけど。なんだこの匂い。すごい異臭だ。家の中めちゃくちゃだな。これは確認した方が良さそうだ。入りますよー。お、今上から音がした。ミシシ。はい。2階から見てみよう。清人と警官はきしむ階段を登った。お、誰かいますか？いたら返事お願いします。リコ、いるのか？声をかけるものの返事はない。そして、奥の扉を開けると、いるじゃん。リコか？お兄ちゃん。リコ。ひどく痩せ細った女性、リコがそこに立っていた。リコ生きてたんだね。よかった。私、今無理に話さなくていい。無事でいてくれてよかった。本当に？よかった。このことは本庁に連絡した方が。ぐさ。え？おまわりさん。許さない謎の老婆。さっきの？じゃなくて？おい、なんだ？すぐ行ってみよう。達也？謎の老婆、達也死ね。ぐさ、ざし、ぐさ。ぐ、が、なんなんだこの人は。おまわりさんに恨みでも。お前のせいだ。お前が浮気したから、私と亮の人生を返せ。私と亮の人生。ん？亮？もしかして亮のお母さん？清人は記憶の片隅にあった亮の母親を思い出していた。これ亮いないんじゃないか。もう思い出のおばあさんとは全然違うけど、なんとなく面影がある。死ね死ね死ね。どうも見ても正気じゃない。きっとおまわりさんは誰かと勘違いされたんだ。とりあえず逃げなくちゃ。リコ行くよ。マジで何も言わないけど、清人とリコは錯乱状態の亮の母親を横目にそっと階段を降りていった。そもそも亮の家にリコがいるってどういうことやろ。ガチャリ。しかしそれと同時に玄関の鍵が閉まる音がした。おっとっと、これは怪しいんじゃないか。よう、久しぶりだな亮。勝手に人ん家に上がって何してんだ？それはこっちのセリフだ。お前がリコを誘拐したんだ。すごい展開やな、これ。リコに何したんだ？お前は俺のお母さん見たろ？ああ。小学生の頃、父親が浮気して出て行って、それからずっとあんなだ。まともな母さんはいないんだよ。
そういうことだったのか。昔はよくお前の家にも来ていたのに、ある日を境にお前は俺を家に寄せ付けなくなった。おばさんがおかしくなってたんだな。そうだよ。でも俺だって幼い頃母さんを亡くしてずっと母親がいない人生だった。けどお前にはリコがいた。それはそうだけど、いつも家のことをやってくれる母親代わりのリコ、俺にはそれが羨ましかった。うん、欲しいと思って、なぜ欲しいと思う。だから誘拐したっていうのか。ああそうだよ。お前には父親もいるんだから、妹の一人ぐらいもらったっていいだろ。狂ってるな完全に狂っとるわ。いいわけないだろ。くそ。確かにリコは母さんがいない分、俺も父さんも幼いリコに頼っていた。こんなことになるんだったらリコに頼るんじゃなかった。お前がどう言おうとリコを返してもらう。適切な医療を受けさせた上で東京に連れて行く。お前たち親子には妹の人生を台無しにした責任を取ってもらうからな。おお、言うね。ふっ、それがどうした。俺たち親子はこの村でずっと、これ、ねえ、なんて読むんだ、なんとかげられて生きてきた。これなあ、なんて読むんだっけ。あ、しいたげるで合ってるわ。しいたげられて生きてきた。気狂いの親子だと言われてな。これ以上何が起きても怖くない。きっとこいつ何言っても無駄だ。リコ、行こう。そうはさせない。なんだと？リコは俺の本当の母親なんだ。ふざけんな。これ以上俺たちに、行かせない。嘘でしょ。刺された？なんだ、足に鈍い痛みが。絶対に逃がさない。ぐわー。え、第4話いきます。うっ。くっそ、足にナイフ。いやいや。やべえて、やべえて。リコ、こっちに来い。ぐい。リコ。リョウはリコを腕で、リコの腕を引くと、清人から話した。また改めて家族をやろうな。今度は父さんもいるぞ。なんだよ、父さんって。俺のことか。それにしてもリコ。ふざけたことやりがあって。バシって何？あ。俺の携帯で勝手に清人にメッセージ送ったな。だからそれがなりすましっていうことね。まあまあまあ、なりすましっちゃなりすましか。もう二度とするな。わかったか。はい。よし、いい子だ。お前許さない。リコも最初は今のお前みたいに、反発心むき出しの目だったよ。だけど長い間こうして言い聞かせて、今ではこんなにおとなしく優しい母さんになった。まあ、洗脳ってやつか？きっと清人も近いうちにそうなってくれるさ。こいつずっと力でリコを支配してたんだな。力のない女の子を大の男が、てめえだけは絶対許さねえ。絶対に殺してでも。恨むんなら村を恨むんだな。こんな地獄みたいな村が俺たち親子を作ったんだ。だったら寮も上京すりゃいいんじゃないの。ね、いつも嘲笑い狂った親子と罵って。そうよ、みんなみんな私をバカにして。でも大丈夫だよ母さん。この人が俺たちの新しい父さんになってくれる。母さんのことを愛してくれるよ。はぁ、そうなのね、嬉しいわガバ、やめろ、抱きつくな。もうどこにも行かないで。私だけを愛して。なんなんだ、この女。気持ち悪い。ぶっ飛んでやがる。さあ、リコ。少し、お仕置きをしよう。逃げようと少しでも思ったことを反省させないとな。おい。ダメ、あなたはどこにも行かせない。くそ、離せ。離そうにもさっき刺された足が痛んで。思うように力が出ない。リョウはリコを連れて2階へと上がっていった。このままじゃまたリコが。バシッとが、てめえが余計なことをしたせいで面倒なことができてしまったじゃねえか。ガンドス。お前は黙って母親やってりゃいいんだよ。
リコ、リコ、達也さんずっと私のそばに狂いすぎだな、もうマジの狂いすぎだ。くそ、いい加減しろ。ドン。あ、え、おっと、清人は力を振り絞ると寮の母親を蹴り飛ばした。おう、その反発で置いてあった灯油のポリタンクが倒れこぼれる。ひどい、痛いわ。灯油、これをしたら危険か。いや、もう迷ってる暇はない。勝ち。お、ねえ、ポケットにライターあんのかい。清人はポケットからライターを出すと、灯油のタンクに向かって放り投げた。さあ、最後。最終話。助かるのか。行ってみよう。ぼっ。まあ、それは火事になるわな。よし、火がついた。ギャー。ライターの火はすぐに灯油に燃え移り、そばにいた寮の母親に引火した。熱い、ギャー。なんだ、何があったんだ。母親の声を聞いて、ただごとじゃないと思った寮が2階の部屋から飛び出てくる。母さん。お、その、ね、隙に、ドン、ん?途端にリコが階段から身を乗り出した寮の背中を突き飛ばした。おう、うわぁ、ゴロゴロ、リコ、お兄ちゃん。よろよろと駆け降りてくるリコ。清人はリコを抱きしめた。リコ、今のうちに逃げるぞ。逃げる。結構震えてる。きっと今までも何度も逃げようと挑戦したんだよな。だけどそのために寮に捕まって散々ひどい目に遭わされて。リコ大丈夫だ。お兄ちゃんも一緒だから。お兄ちゃん、待て。寮、寮、ぼわ、ぐわ。リコに迫る寮より上、寮より先に炎を巻いた母親が寮に抱きついた。うわ、やめろ、離せ。お願い、一人にしないで、助けて。寮へとも燃え移る炎。もう意識がないはずの母親は、決して寮の体を離さなかった。セイジ。あ、セイジだった。清人かと思ったじゃん。まあ、これはもうしょうがない。お兄ちゃん、逃げよう。今逃げなかったら俺たちも死んでしまう。こいつらは報いを受けたんだ。これからはずっとお兄ちゃんが一緒だから。うん。寮、セイジか。セイジは、血を流す足でなんとか立ち上がり、リコの手を取って家を出た。下がってください。お、消防士。このね、あの火を見た誰かが通報して、消防士が来てくれた。危ないですよ。やってきた村の消防団によって、寮の家は鎮火されていく。焼け跡から、寮と母親が遺体となって出てきた。あれ、警察官は?困ったもんだ、焼死だなんて。親子で心中ですって。でもこれで村の厄介人がいなくなったな。村八部とはいえ、火事と葬式は手伝うのが筋だからね。仕方ない。形だけでも、葬儀を開いてやるか。ずっとこの村に住んでいた村民が亡くなったっていうのに悲しんでるのは誰一人もいない。寮はこの村でどうしようもないほどの苦しみを味わっていたんだな。でもそれとリコのことは別だ。リコの精神を奪ったことは絶対に許さない。お兄ちゃん、大丈夫だ。火の元はあの親子だ。うん。俺が捕まるわけにはいかない。これからリコを守っていかないといけない、いけないんだから。リコ、何?俺と一緒に東京に行こう。東京に行って必ず幸せになろう。うん。お待たせしました。ん?なんだ。こちらにお乗りください。お願いします。自分もだから怪我してるからね。リコには幸せになる権利がある。おー。あ、でも、これハッピーエンドか。はい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 。あ、よかったよかった。ハッピーなんかって言うとね、なんか、ものすごい話だったけど。にしても、あのね、寮とその母親やばすぎたな。